細川玉は、日本の政治ジャーナリスト。厳正、片平。父親は、元毎日新聞記者で、政治評論家の細川隆一郎。長兄は、政治評論家。元テレビ朝日報道局政治部デスクの細川隆三。長男は、先祖研究者の片平良悟る。東京都出身。精神女子学院初等科、中等科、高等科。 1991年3月、精神女子大学外国語外国文学科卒業。同年ペパーダイン大学政治学部に1年間留学。帰国後、父親である劉一郎とテレビで共演する機会も多く、元来一生仕事をしていきたいと考えて、フリーのジャーナリストとして執筆活動を行っていた。1993年5月、初めての単行本として、 娘の言い分、頑固親父にうまく育てられる法を発汗。1995年4月、日本文芸振興会主催の第15回日本文芸大賞にて、女流文学新人賞を受賞。1999年、30歳の時に結婚。2000年、第9回日本地方新聞協会、ジャルナブロンズ賞受賞2003年、龍一郎が、 脳梗塞を発症し、発見が遅れたため、左半身麻痺が残り、元来からの持病であった、黄斑変性が進行して失明してしまったが、頑固な性格のため、実際の症状で、要介護認定が最高位にもかかわらず、介護認定の面談で、劉一郎が見栄を張って、実際より重度でないことを告げ、かつ劉一郎が仕事を続けることを固くなに守ったため、 著作の口述引きや一般紙の読み聞かせ等のサポートをしていた。また、同年から2011年まで品川区の教育委員を務めていた。2005年、第一子である長男である片平良悟を出産。2004年、聖佐大学現代政治論の非常勤講師を担当。2016年1月から千葉工業大学の理事に就任。キリスト教。 カトリック教会信者で先例名はガラシャ。岩井木吉玉の芸名を持つ日本舞踊岩井流師藩である。細川ガラシャ、明智光秀の子孫としてメディアに登場することがある。細川玉王の息子、片平良悟は2020年5月23日放送のサンドウィッチマン足田愛菜の博士ちゃんにいて、明智光秀の子孫である明智光秀博士ちゃんとして、 リモート出演した。細川玉まもリモート出演した。ありがとうございます。